株式会社北海道拓殖銀行はかつて存在した日本の銀行。第二次世界大戦終戦までの特殊銀行であり、その業務を継承して1998年まで存在した都市銀行でもある。北海道を地盤とする唯一の都市銀行として北海道経済を支え、北海道財界に絶大な影響力を有していたが、 都市銀行の中では一番小規模であり、その焦りからバブル期に積極的な拡大路線を取ったことが、あだとなって1997年に経営破綻。事業は北洋銀行等に引き継がれた。都市銀行としては、戦後初、かつ2020年現在、唯一の破綻銀行である。通称は、北海道外のマスコミや、業界内では、北拓とも呼ばれていたが、一般には、 宅銀と呼ばれ、新党、道内の一般市民の間でも、宅銀さんと呼ばれ生活の中で親しまれていた。札幌市に本店を置き、北海道を地盤としていた。道外では、東京、埼玉、千葉、神奈川、宮城、愛知、大阪、京都、兵庫の各都府県に指定を置き、香港、ニューヨークにも海外支店を置く。 大手銀行の一つであったが、都市銀行として一番小規模な銀行でもあった。1997年11月17日に、経営破綻。1998年11月に、北洋銀行及び中央新宅銀行へ事業を、譲渡した。1999年に、法人解散。2006年に生産決了。経営破綻するまでは、現在の東京証券取引所と、 札幌証券取引所に株式を上場していた。明治期の北海道拓殖銀行北海道拓殖銀行東京支店からふとにあった北海道拓殖銀行豊原支店の建物。現在のサハリン州立美術館。北海道開拓が進められていた明治初期、すでに北海道には中小の民間銀行があったが、多くは小規模な水産業や商業への融資にとどまり、 氷菓子が幅を利かす地域もあった。1896年交付の農耕銀行法により、全国46府県に農耕銀行が設置されたが、これは土地を担保に融資を行うものであり、開拓途上で資本蓄積の乏しい北海道には、これに代わる特別の国策銀行が必要であるとされた。このため1899年に北海道拓殖銀行法を制定。 これに基づく特殊銀行として1900年2月16日に北海道拓殖銀行が設立された。当時の資本金は政府、動外資本を含む300万円、職員26名、本店は現在北海道電力本社がある札幌市中央区大通東一丁目。拓銀には金融再発行による資金調達が認められ、 道外の潤沢な資金を供給する窓口となった。こうして道内産業に長期定理の融資を行ったが、この目的は北海道の拓殖事業に資本を供給するという広範囲なもので、拓銀は日本官業銀行、日本工業銀行に代わる役割も果たしていた。このため、環銀、工銀の北海道進出が行われたのは実に戦後のことである。 とはいえ、道内の商工業は未成熟であり、やはり農業への融資がその大半を占めていた。大正中期には水田造成への融資が拡大した反面、例外による強作で延滞再建が増加し、昭和初期までに1万ヘクタールもの農地を担保として取得していた。1939年の宅銀法改正で、それまで再建発行による資金調達に基づく、 長期金融が中心だったのを広く一般から預金を取り扱った上で短期金融の上限も撤廃された。この普通銀行及び貯蓄銀行業務の兼営で宅銀は急激に規模を拡大。第二次世界大戦に突入すると戦時統合で北海道及びカラフトにおける普通銀行並びに貯蓄銀行を統合した。また、豊原支店を中枢として 全資産の3割以上をカラフトに有していた。北海道炭鉱規制や北海道配電などの軍需産業への新時系トローンにも加わるようになった。戦後1946年 GHQ により一時業務停止を宣告され、1950年の宅銀法廃止により特殊銀行としての使命を得た。宅銀法廃止を控えた1949年には、 政府保有株式を放出し、東京証券取引所に上場していた。翌1950年、旧宅銀の普通銀行業務を継承し、正式に民間銀行として再発足。1952年をもって、開業以来の宅職債券の発行を停止し、この機能は日本長期信用銀行へ移った。1955年には、発行済債券をすべて償還。 同時に全国地方銀行協会を脱退し、都市銀行の仲間入りを果たした。この中で本州への出店や海外拠点の整備を進めつつも、やはり卓銀は北海道における密接な地域的基盤になり立つ銀行であり、北海道の大多数の家庭、企業が卓銀さんに預金口座を持ち、金額や内容を問わず、卓銀から融資を受けている卓銀に、 当座預金口座を持っていることがその企業の信用度を測るバロメーターであると同時に経営者のステータスとなるほどだった。北海道札幌市をはじめとする道内市町村のほとんどから指定金融機関の指名を受け、都銀13行中最小の規模ながら道民銀行としての地位を確立、1965年3月まで北海道宝くじの発行も受託していた。 戦時中に着手した重厚調大産業への融資も引き続き圧線され、産坦、政治、政党など、その後主要な取引先となる企業への融資も増えた。貸出資金の4割を法人部門が占めた時期もあり、普通銀行、都市銀行への転換とともに営業基盤は拡大。製造業の弱い北海道経済を支える存在となっていた。このため、北海道財界に、 絶大な影響力を持ち、北海道経済連合会の歴代事務局長を、輩出北海道経済同友会代表幹事や北海道、商工会議所会頭には、宅銀頭取が幾度も就任した。北海道財界が共同で出資、寄付する話が持ち上がると、宅銀、北電が、負担割合を決定した上で、残りを他の企業に割り振るのが慣例となっていた。 金融機関同士の案件の場合も、宅銀4、北海道銀行3、北洋銀行2、札幌銀行1の負担比率とするのが暗黙の了解だった。高度経済成長期以降、首都圏へ支店を多す出店するようになるが、東京都心部以外は、郊外住宅地の駅近くに店舗を構えるパターンが多かった。1962年頃から、ヒグマをモチーフにした、 たくちゃんをキャラクターに制定。1989年からサンリオのみんなのターボをキャラクターに採用。1990年代には菅野美穂や渡辺まりな、北海道が舞台のテレビドラマ北の国からに出演した吉岡秀隆、北海道出身の増田キートンらを CM キャラクターに採用していた。テレビ CM におけるキャッチコピーは あなたの夢お預かりいたします。あなたの物語お預かりしますであったが、印刷物においては70年代より破綻時まで細やかなお付き合いをキャッチコピーとしていた。卓銀では長らく大倉省出身の頭取が続いていたが、1977年にゴミ明が生え抜き二人目の頭取に、1983年に鈴木茂が 生え抜きとして三人目の頭取りに就任した。生え抜きの頭取りが二代続けて誕生したことで、校内は、業用拡大への盛り上がりを見せる。法銀は1985年頃より、バブル景気に乗って、不動産融資に注力し、地価の高騰は、首都圏から三大都市圏を中心として、日本全国へ広まっていった。だが、北海道の場合、景気の波は、 都市圏よりも遅れてたどり着く。他の都銀同様、客銀も、道外の拠点だった東京営業部や大阪支店を通じて、不動産融資を始めたが、これが本格化したのは1988年頃のことで、一足で遅れた格好となった。すでに収益競争に突入していた他の都銀との差は広がり、振り向けば横浜銀行や千葉銀行などの上位地方銀行に、 追い上げられ、宅銀の焦りが募っていた。鈴木東取は拡大路線を取った。通常の銀行業務なら土地の評価額の70%程度しか融資を行わないが、バブル期は今後の地価高騰も見越して、その時の評価額の120から130%もの融資を行っていた。当時の金融機関の多くが同様の融資形態を取っていたが、宅銀は 進出が後発だったため、融資の際、他の金融機関が、すでに担保としている土地に、列後順位で担保設定せざるを得なかった。これは、借り手の不動産会社が破綻した際、回収可能分が減ることを意味し、後に、現実のものとなる。これらの背景にあったのは1989年から、構想され1990年に策定された、宅銀21世紀ビジョンである。 1989年に、東取に就任した山内博氏が、鈴木前東取の拡大路線を受け継ぎ、米国のコンサルティング会社マッキンゼ税に依頼したもので、当初は、道内でのリーディングバンク、本州でのニューリテール、アジアでの海外戦略を三本柱とするものだったが、宅銀幹部の提案により、企業成長、不動産開発支援が最終案に付け加えられた。 東取時代に拡大路線を決定した鈴木茂会長80年代後半にインキュベーター路線の人頭指揮を取った佐藤康彦副東取、卓銀21世紀ビジョンがスタートした1990年に人頭指揮を取った街道、広ウ、常務の3人は SSK トリオと呼ばれたこの SSK トリオが事実上校内の人事権を掌握しトロイカ体制を作り上げ 宅銀の企業体力を明らかに上回る無理な拡大路線を推し進めていった。21世紀ビジョンで付け足しに過ぎなかったはずのインキュベーター戦略は北海道へのバブル到達とともに主役とみなされるようになり、これを担う総合開発部が宅銀に新設された。総合開発部には、障害、契約を担当する業務推進グループと 有志の適正を検査する審査グループがあった。しかし人員配置は業務推進8名に対し審査2名と審査機能が極めて軽視されていた。また、総合開発部は第1部と第2部に分かれ、それぞれ札幌と東京を受け持っていた。すでに総量規制の通達が出され、しかも日経平均株価も下落に転じており、東京の第2部は肌身に、 バブルの終焉を感じていた。第2部は不動産融資の凍結を決定したが、第1部には危機感が通じず、第2部は1991年10月に設置1年で廃止。一方の第1部は、ますます勢いに乗って、乱脈融資を広げる。特に、カブトデコムとソフィアの2社への融資は、その後、大きく不良再建へと変貌した。カブトデコム元は、 株と建設として創業された株とデコムは、1988年に、現象号に変更。その名の通り本来は建設業だったが、土木工事から不動産の売買、賃貸へと年を追って業態が変化していった。引いていたのは44歳の若き社長、佐藤茂で、1984年頃から宅銀との人脈を形成していた。 北海道の建設業者がもっぱら公共事業の受注を収益の柱とする中、株とは民間物件の開発提案企業を掲げ、急成長を遂げていた。1989年に154億円だった売上高は、1990年には418億円、1991年には1九0億円と1000億の大台に乗せ、株式の店頭公開も実現。 1989年の初値が2300円だった株と株は1990年に4400円にまで上昇した。同時期に進められていたのが株との総力をかけた総事業費1000億円のリゾート計画ホテルエーペックストーヤであり、宅銀の全面的なバックアップがついていた。宅銀は単純な資金提供にとどまらず計画段階から行員を派遣し、 リゾート会員権を宅銀参加の宅銀保証が販売保証するなど密接な関係にあった。ソフィアソフィアの創業者は利用士の中村洋一である。くっちゃん町に生まれ貧しい家庭で育った中村は旺盛な向上心を持ち、1972年札幌駅近くのホテルにサウナのある利用室を開業。奇抜な店舗展開で道内外に30店を構える。 ソフィア、中村チェーンを築いた。1980年代の半ば、卓銀は中村と接触している。卓銀は道内の成長企業発掘を進めており、ソフィアの評判を聞いて近づいたのだった。ソフィアのメインバンクは、当初北洋総合銀行だったが、急拡大を続けるソフィアに、北洋側が懸念を示していた。拓銀、ソフィア両者の思惑は一致し、 ソフィアのプロジェクトに、宅銀は、潤沢な融資を行った。特に、札幌市北区における、大規模再開発事業を打ち出し、まず1988年に、ドイツのクアハウスをモデルとした健康リゾートホテル、札幌テルメを開業。1991年には、隣接地に、地上11階建てのテルメインターナショナルホテル札幌の建設に、着手。 九百九十三年に開業。さらには、ヤオハンと共同で、巨大、ショッピングセンター建設を計画するが、こちらは、ヤオハンの撤退により、九百九十四年に凍結。いずれも、宅銀グループが資金を捻出し、総事業費千億円前後、総面積は九十ヘクタールに及んだ。Easy Capital and Consultants Easy Capital and は焼き鳥屋チェーン。 五円屋の創業者、柿畑信英が1983年に設立した会社である。実際の融資は、宅銀関連会社のノンバンクであるエスコリースが行う形で融資がなされていた。同社は、中小企業に融資しコンサルタントも行う会員制、中小企業金融という仕組みで、コンサルタント用と貸付業務で利益を得る会社であった。しかし、柿畑信栄は、 付き合いのある人間に金をばらまいて結果的に370億円の使途不明金が発生したほか、本業の中小企業向け融資もバブル経済があってこその企業ばかりで融資も焦げつくようになり、1993年12月に和議を申請し、その後は貸付再建の回収業務に専念していたものの、2001年3月には和議による再建を断念し自己破産を申請した。 負債総額は三千二百億円で、エスコリース向けの債務は三千億円であった。ミキミキは、宝飾品、婦人服、子供服の製造小売り業として九百六十五年に設立。早稲田大学大学院の大学院生であった木村和夫が自宅で開業した宝石販売業が起源で、木村の優勝生に唯一応じたのが、北海道宅食銀行管出し店であった園で、 同社のメインバンクとなる。バブル景気に乗じて急成長した背景には、宅銀の支援があったことが極めて大きい。また、宅銀出身の役員が多数派遣されており、極めて緊密な関係にあった。しかし、バブル崩壊後経営は悪化し、1997年にはアパレル部門から完全撤退。その後宝石小売に特化したものの業績を、 回復することができず、宅銀の破綻に伴い致命的な打撃を受ける。2009年1月21日に、東京地方裁判所に民事再生法の適用申請を行い、負債総額約117億円を残して、経営破綻。交流不士商株式会社交流不士商は、札幌市で不動産分譲、賃貸、ラブホンテル経営を 主な業務として1974年に設立。最盛期には29億円を売り上げたが、バブル崩壊後は、多額の金利負担から資金繰りに行き詰まり、2000年5月9日に2回目の、不当たりを出し銀行取引停止処分となり、2002年9月26日に、札幌地裁から破産宣告を受け倒産した。負債総額は230億円であった。社長は、 宅銀の関連会社、宅銀ファイナンスサービスからの融資を返済する際に、担保物件の任意売却額を偽り、値定当権を不法に抹消させたとして、2000年2月に詐欺の疑いで逮捕された。また同社は、かつての宅銀首脳の個人的スキャンダルを把握したことにより、宅銀からの巨額の不明朗な無担保融資を引き出したとされ、道内金融関係者の間では、 宅銀破綻の源流とも呼ばれた。宮下株式会社宮下は、帯広市に本社を置き、内装、看板工事を主な業務して1971年3月に設立。1978年からは、長崎屋の北海道における指定事業者になり、北海道の長崎屋と関連会社の内装工事をほとんど受注する関係となった。 1987年11月に宮下から長崎や株の指定線の資金として20億円の借り入れ申し込みを行ったものの、指定株の融資は社会的に問題があるとの理由で直接の融資は行われなかったが、その際に既存借り入れの実績を理由に7億円の運転資金限度枠を設けることにより、事実上指定線の資金とされることを容認した。 平成に入ってからは、子会社である有限会社更新商事が1988年以降に行っていた、あずき相場取引を本格化するために、1989年1月から2月にかけて宅銀に対し、あずき相場運転資金の融資を申し込み、合計27億5000万円の融資を実行したが、翌年の1990年3月までに、 小豆相場の損失が16億5000万円が発生することとなる10月には小豆相場での損失を挽回するために関係現物取引を画策しその必要資金として15億円の融資を依頼したが直接の融資は不可能とされ子会社の宅銀ファイナンスサービスが融資をすることとなったが 関係取引も失敗に終わり1992年に事実上倒産した。1990年代に入り、バブル崩壊が起き、宅銀の不良債権も急増する。株とソフィアへの融資で建てられたホテルは、再産性ゼロ、加えてホテルマンとしては素人である、宅銀行員が従業員に加わっていたため、営業するだけ赤字は拡大していった。目立った客は、 宅銀支店ご家族一行様であり、1994年の宿泊者数は目標の半分に過ぎない5万7000人。宅銀はすぐに潰して焼却するという選択をせず、延命資金を追加注入し、不良債権はさらに増加していった。宅銀からカブトへの直接の融資は500億円程度とされていたが、参加企業同士を含める総体は、 数千億円規模に膨らんでいた。1992年3月末には500億円の追加融資枠が設定され、第三者割当増資の引き受けもあり、最終的に株とへの融資は2803億円、株とによる関連会社への債務保障も1000億円を超えていた。宅銀側も実質的に株とは債務超過と認めたが、融資の中には、 ペーパーカンパニーを通したものもあり、すぐにカブトに倒産されては不正の実態が明るみに出てしまう。この責任問題を恐れた卓銀は、表面上は再建支援を装いつつ、自らへの悪影響を減らしながら、カブトを数ヶ月かけて、倒産に導く方向で動き出す。1992年には、拡大路線を進めてきた SSK トリオの最も下であった、カイドウ。 広ロ常務が乱脈融資の責任を取らされる形で常務を退任し関連会社タクトの社長に就任した。同年に東ドリ時代に拡大路線を採用し SSK トリオの長として長らく人事権を掌握していた鈴木茂会長も取締役相談役に退いた。SSK トリオは崩壊し、校内での影響力を失った。 1994年にはインキュベーター路線を推し進めていた総合開発部が廃止されインキュベーター路線の破綻が完全に明らかになった。1992年10月に山内博士陶取らが集まって卓銀本社で開かれた経営会議で株とを倒産に追い込むことが決定された。1993年3月の年度末を挟んだ前後に卓銀から 参加のダミー会社を通じた巨額の資金移動がなされている。総額400億円にも上る融資はダミー会社を素通りし、即日カブトのグループ企業へ流された。これはカブトへの支援にも見えるが、最終的にこれらはカブトグループによる宅銀系のンバンクからの借り入れ返済に充てられ、系列のバンクの経営危機は覆い隠されることとなった。こうして不良債権の 飛ばしを行うと同時に、ダミー会社は、株と保有不動産も買い漁っていた。数ヶ月後の株と倒産に備えて、有料資産を、宅銀のものにする狙いがあった。1992年に淡路商会ミッテル、森に、商事、老齢などという名で設立された、宅銀参加のダミー会社は30社前後もあったと、される。6月になると宅銀と株との断絶は、鮮明となる。 カブトグループの中でも収益力のある交換校、カブトビル開発の2社を実質的に乗っ取り、参加に収めていた。この2社の取締役を全員追い出した上、担保権を行使し株と保有の2社の株式を、宅銀名義に書き換え、極めつけはカブトの佐藤社長を約束手形の偽造を理由として、札幌地方検察庁に告訴し逮捕させた。 宅人は告訴の取り下げと引き換えに、兜に社長退陣などの全面降伏を迫った。社長の刑事告訴は大きなダメージであり、宅銀の資金に援助なしでは存続が危ういという劣勢にあった兜はこの条件を呑む。これを受けて宅銀は札幌地検に告訴取り下げを申し出るが認められず、地検は告訴を取り下げるなら、 託銀首脳の特別配任罪を立件するという趣旨を伝えた。つまり宅銀は兜をうまく誘導したつもりでいながら、自身も検察にマークされていたのである。一方で、1994年9月の大倉省検査で、ソフィアグループ向け融資に関しての指摘を受けたものの、その後も100億円の融資を続けるなど、不良再建処理には一貫性がなかった。 このソフィアグループ向け融資のうち87億円分に関しては、宅銀破綻後、山内頭取と経営破綻時の頭取だった過酷さだまさが、商法違反容疑で告発されている。1994年1月の週刊現代に、宅銀解体の衝撃シナリオと題する記事が掲載され、初めてマスコミから危ない銀行として明確に名指しされた。 北海道からもバブル景気の波が完全に引いた。この年、宅銀が信用回復に乗り出そうとした矢先、本州では数十億円単位で預金を下ろす企業も現れた。同年4月、乱脈融資の中心となっていた総合開発部を廃止する。1994年の年末には大倉省から決算承認銀行の指定を言い渡され、 金融当局の強い管理下に置かれることとなる。この事実は極秘事項となり、顧客、株主はもちろんのこと、公員も上層部を除いてほとんど把握していなかった。翌1995年5月に発表した3月期決算では、設立以来95年で初の赤字に転落。夏にはムーディーズから非常に弱い財務内容、何らかの外部の支援を要するとされる。 E ランクの格付けを与えられた。1996年末、報道期間の間には、大納会の後に、宅銀が重大発表をする、近く業務停止命令が出るなど不穏な噂が流れ始めた。年が明けた1997年になると、銀行株は、のきなみ安値を更新し、特に、宅銀株は、外資系証券会社から大量の空売りを浴びせられ、 18年ぶりに株価200円を割った。大口の期間投資家を中心とした預金解約が始まる。2ヶ月後のテレビ番組サンデープロジェクトで銀行名は伏せながらも株価から見て実質的に破綻という発言が放送されると不安は小口の一般利用者にまで広がり、翌月曜日だけで10億円以上の預金が解約される取り付け騒ぎとなった。 預金流出と経営不安がスパイラルとなっていた。1997年3月、宅銀は貸出資金総額に対する不良債権の割合が13.4%と、都銀の中で飛び抜けて多いことが分かり、経営不安とともに資金調達難が生じた。大手20業は潰さないとの方針を持っていた大倉省は宅銀を北海道第二の銀行であり、 富士と常を元大倉省証券局長が頭取を務める北海道銀行と合併させる方針を取った。同銀もバブル崩壊で、また道内第三位の北洋銀行との競合もあり、経営が苦しかったため、客銀が存続会社になり、新北海道銀行として翌年4月に合併するという計画が発表された。1997年3月15日、 同銀の藤田頭取は、地銀協の例会で、東京に向かい、同日夜に、宿泊先のウェスティンホテル東京501号室で、宅銀の過国佐田ま頭取と会談を持った。藤田頭取は、合併素案を記したメモを差し出し、家国頭取もこれを了承。同席者はおらず、トップ二人だけの一晩の会談で、銀行同士の合併が決定された。 半月後の4月1日に札幌グランドホテルで記者会見を開き、素案メモとほぼ同様の合併主意書が発表された。新銀行の肩書きは、都銀でも、地銀でもない、スーパーリージョナルバンクと言葉を濁らせるも、今回の合併は、創思創愛の恋愛結婚と両党ドリラは胸を張った。また、地元有力紙の北海道新聞も、両校の合併に賛成の立場を取り、 同内経済界に対し強く支援を呼びかけた。しかし、不良債権の認識の相違に対する不信感や、長年のライバルである拓銀への感情論もあり、同銀行員は合併に強く反対。さらに、日銀が拓銀に本州営業撤退による強力な合理化を求めたのに対し、拓銀の営業基盤は事実上北海道と東京に分かれており、 営業利益の4割の源泉である本州からの撤退に強く反発したことが決定的要因となり合併は凍結。両校は激しく衝突し9月12日になってからの合併の半年延期を発表。日銀側は白紙撤回したものと受け取っていた。卓銀は同銀以外にも日本工業銀行や日本長期信用銀行に対しても業務 資本提携を打診し、また、親密な関係にあった、明治生命や朝日生命にも増収を持ちかけたが、あまりに悪化した、宅銀の財務状況や、道銀との合併破談が噂されたことで、いずれも相手にされなかった。1994年の預金額8兆7000億円を、ピークに、経営不安の拡大により、本州方面を中心に開約、流出が進んだ。 1997年9月末には、預金額が5兆9000億円にまで落ち込んでいた。同銀との合併破断以降は再び経営不安が広がり、株価も倒産警戒水準と言われる100円を割ってしまった。さらに資金調達が難しくなり、他行に比べて極めて高い金利をつけていた、大口定期預金やコール市場より資金を集めることなどで何とかしのいでいた。 末期の宅銀に資金を供給していた金融機関には主幹事の山市証券も含まれていたが山市も経営は苦しく宅銀の味方は消えていった。1000万円以上の大口定期預金は各顧客の取引状況などを勘案して窓口に掲示してある金利に上乗せした金利を提示して預かっているが当時は宅銀があまりの高金利で大口定期預金を集めており 各金融機関の資金運用部門から各視点に獲得をめぐって金利で卓銀とは争うなとの言明が下されていた。その金利の高さは北海道財務局の担当者が卓銀さん、こんな高レートで大丈夫ですかと卓銀の資金証券部長に声をかけるほどだった。1997年11月4日、産業証券の経営破綻により、 群馬中央信用金庫が貸し付けていた無担保コール資金約10億円がデフォルトする。これにより無担保コール市場が大混乱に陥り、各金融機関のクレジットラインは急速に縮小。宅銀はコール市場での資金調達が極めて難しくなった。同日、宅銀は北海道庁に緊急支援を求め、道は全国信用金庫連合会から500億円の 融資を受け、それを宅銀に預金するという手段で資金繰りを何とか乗り切るというありさまだった。その後株価は1時59分円と額面50円割れ寸前にまでなり、末端の支店にまでも融資回収、預金調達の指令が飛んだ。日銀は宅銀の資金担当に毎日5から6回電話し、資金繰りを確認したという。11月13日に、 日本銀行札幌支店からもう支援できない。営業譲渡を決断してほしいと電話で迫られ、金融当局にも見放された。11月14日、日経平均株価が約2年半ぶりに1万5000円を割り込んだ。これを受け、欧米の政府金融当局者が相次いで日本の金融に対する懸念を表明し、金融機関の不良再建処理が進まず、 景気が好転しない日本経済に対する不信感が強まった。この結果、日本の銀行が資金調達する際の金利が欧米の銀行よりも押し並べて高くなるジャパンプレミアムが発生。日本の金融当局は信用回復措置を取らねばならなくなり、水面下で宅銀の処理策が検討され始める。これまで宅銀は1日あたり400億円を 無担保コール市場で調達しており、遅くとも午前11時頃には必要量を確保していたが、この日は12時を過ぎても確保できず、過労うでて確保できたのは61億円に止まっていた。この日は日銀が金融機関の預金の一部を強制的に預け入れさせる準備預金の積み立て最終日にも重なっていた。宅銀は調達した資金を各種決済に優先して当てたため、 この準備預金が目標額に達さず、課体金約300万円を日銀に支払った。一部の幹部はこれで急場をしのいだと考えていたが、東京資金証券部はもはや限界だった。11月14日午後、東京の企画部から資金繰りの難航について連絡を受けた。過酷東取りは新千歳空港から羽田空港へ飛び、東京、丸の内のパレスホテルに向かった。 ホテルの一室に集った他の取締役から最悪の場合、翌週11月17日の月曜日には、資金がショートし、決済資金を用意できない取引企業が現れる可能性が説明された。パレスホテルから大倉省に連絡が入り、同省を交えた根回しが始まった。前述の経緯から、宅銀の同内営業譲渡について同省が当初、進めた相手は、道銀だった。 しかし、合併話の経緯に見る、感情論があり頓挫した。次に進めた相手は、当時札幌に本店があった第二地法銀行の札幌銀行だった。道内第四位の小規模業ではあったが、吉野二郎を除く、殺人の歴代トップが、ほぼ全員、卓銀の元役員出身で、最近では、多数の OB を受け入れていたことから、交付も似ており、 人事交流も盛んであったことに加え、これまで殺銀が閉鎖した店舗を拓銀が引き受けた実績があった。このため大蔵省は殺銀への営業譲渡を打診し、殺銀側も受け入れに意欲的な姿勢を見せた。一方、拓銀首脳は札幌銀行を営業譲渡先に選ぶことを極端なまでに拒絶した。背景には、 元宅銀役員で当時殺銀会長を兼任していた牛尾田隆党取の存在があったためである。牛尾田党取は宅銀在職中に個人融資取引を推進すべきであるとの持論を展開し、融資による資金運用は企業先でと考えていた。宅銀首脳人との間で意見が真っ向から対立。その結果、北海道総合銀行への出向を命ぜられ、 事実上更迭された経緯があった。同窓銀に移った、牛尾田頭取は持論だった個人融資取引を大々的に推進。悲願だった普通銀行転換を果たし、小規模銀行ながら消費者ローンの各種ノウハウを蓄積して大きな収益源として確立したことから、消費者ローンのパイオニアとして業界をリードするまでに成長していた。こうした経緯から、宅銀首脳は、 牛尾田東取からの報復を恐れていたため、殺銀への譲渡だけは、と、カくクに拒否した。事実、後に、北洋への営業譲渡が決まった際、牛尾田東取は、自らの側近に、あの時奴らが俺の言うことを聞いていれば、こんなことには、ならなかったはずだと語っている。同銀、殺銀複数の金融機関へ、バラ売りのいずれにせよ、大倉省サイドには、 宅銀に縁もゆかりもない北洋銀行に営業譲渡を行う考えは全くなかった。この頃大倉省とは別に日銀サイドが元日銀行左局次長の竹井正直が当時、頭取を務めていた北洋銀行への譲渡を促したことが後押しとなり最終的に宅銀は北洋に営業譲渡することを選択した。大蔵省と日本銀行の縄張り争い、そして 宅銀首脳の見重と維持が北海道経済の先行きを決定した。すなわち、竹井東鳥の鶴の一斉で北洋銀行が北海道経済を漁夫の利で得たことになる。11月15日午後3時30分より、宅銀はパレスホテルにて臨時取締役会を開催し、営業継続断念を全会一致で決定した。その結果、 1998年11月10日をもって営業を終了し、従業員、公員数は、宅銀の1、3、総資産額は1、5、資本金に至っては1、10程度しかない北海道で、第3位の銀行だった第二地方銀行の北洋銀行に、道内営業を譲渡することとなった。なお、この時点では、本州の店舗についての具体的な決定は、なされていない。 北洋銀行サイ度に営業上渡の件が伝えられたのは東京にて宅銀取締役会が開催されるのに先立つ11月15日の昼前だった。最初にコンタクトを受けた高子の岩尾副頭取は土曜日で休日だった。ことから妻と連れ立って自宅から外出間際だった。一報を受けるなり高子のはすぐに札幌市内で開催される。 講演会の開会挨拶に向かっていた竹井東取の自動車電話にコンタクトを取り、講演会場に急行した。竹井東取は挨拶を終えるなり、直ちに会場の公衆電話から4500円分のテレホンカードを使って日本銀行に連絡を取ったというエピソードが、いかに切迫した状況だったかを物語っている。 竹井ら北洋首脳陣が、宅銀営業譲り受けを決断したのはその夕方、北洋銀行本店4階の役員応接室でのことだった。竹井は、宅銀の宅銀営業譲り受けに際して、法人格としての宅銀との合併はしないこと、日銀特有及び、預金保険機構の資金供給による取り付け騒ぎへの対応、北洋銀行の引き受けは同内のみ、を条件とした。 11月17日午前8時、道内分の宅銀営業譲り受けを期間決定する北洋銀行の取締役会が開催された。宅銀の営業譲と発表は目前に迫っており、時間的余裕は全くなかった。第二次銀が都市銀行を救済するという前代未聞の事態に当たり、竹井東取は取締役会会会において、 議事録に反対意見が記録されていれば、株主代表訴訟では免責される。反対するなら、正直に反対してほしいと述べ、役員一人一人に意見を求めたが、反対意見は皆無だったとされる。また、後に、宅銀営業譲り受けを不安がる、北洋行員向けの説明会で、竹井峠は、相手が都銀だったからといって、自分たちを卑下する必要は、全くない。 なぜなら、宅銀は無能だから潰れたんだと語っている。11月15日、東京都千代田区のパレスホテルでの取締役会決定が札幌市の本店に伝わると、来る11月17日への対策が始まった。取付騒ぎに備えるため、日本銀行は、宅銀の預金の2%に当たる現金800億円を用意する、要指示。 宅銀が準備できたのは360億円で、不足分は日銀特有を利用し、事前に道内134の宅銀本、支店へと運び込んでおく必要があった。宅銀の経営不安がマスコミで報じられるようになった頃から、日銀の道内支店には、平時より多めの日本銀行券が用意されていた。ただ、日銀としても、都銀の破綻は経験がなく、 すでに破綻した兵庫銀行、太平洋銀行や半和銀行のケースは参考にならなかったからである。そこで道内各支店から資金母店、資金母店から日銀支店への所要時間を逆算して現金輸送のスケジュールを組み、それに合わせて日銀各支店では各支店ごとに必要な資金を推測し、現金を用意するという綿密な計画を作成し、 異例とも言える休日返上の不眠不休での特貫作業が行われた。11月16日夕方から現金輸送が始まり、各支店にも通達がなされ、作業が終わったのは21時。同時に本店勤務行員の各自宅に連絡が入り、翌朝7時までに支店の応援に向かうよう伝えられた。深夜の卓銀本店では取引先への配布文書、 店頭ポスター、記者会見の想定問答集などの準備が整いつつ、あった、11月17日の朝を迎える、午前8時20分、宅銀本店の記者会見場に経営陣が現れた。リストラを進めつつも、信用不安報道が続き、日銀との合併延期で預金流出が止まらなかったことなど、苦しい営業譲渡への経緯を10回した後、 明日以降の資金繰りのめどが立たなくなりましたので、株式会社北海道拓殖銀行は、東港の北海道地区における業務を、他の地元金融機関の協力を得つつ、株式会社北洋銀行殿に承継願うことを決定いたしましたのでお知らせいたしますと述べ、最後に、過酷討取りの大変本当に、皆様方にはご迷惑をおかけいたしまして、 本当に申し訳ございませんとの声と同時に、同席した全役員が起立し、深々とお辞儀して謝罪した。これと、ほぼ同時刻に、北洋銀行本店でも先ほど決定したばかりの、宅銀営業譲り受けを発表した。大倉省でも、三塚博士、大倉大臣による会見が開かれ、預金、貸し出しは引き継がれるので利用者は、安心するように、 くれぐれも落ち着いた行動をとってほしいとの説明がなされた。会見を終えた過酷頭取から日銀に簡単な電話連絡が入り合併撤回がここで正式に決定した。卓銀の会見に出席した専務以上の役員5人は全員退任した。都銀発の破綻のニュースは早朝からテレビでも報じられ、新聞社は該当で号外を配った。室蘭支店には 開店30分で100人が、釧路支店には200人が詰めかけ、混乱に備えて、北海道警察の警察官も動員された。店頭には、今後の預金保護について問う、客、融資契約を確認する客、宅銀を批判する客など、様々だった。いずれにせよ、北海道民への心理的不安は大きく、この日だけで解約された預金は600億円。 11月19日までの3日間で4900億円に上り、支店によっては預金解約の際に使われる伝票や払い戻し請求書が底をついてしまい、近隣支店からの融通も効かず、やむなく副社機で副社した帳票を使って対応せざるを得ない状況だった。破綻後、1999年に発表された、宅銀の1998年3月期決算では、 米国基準での公表不良債権総額は貸出資金残高5兆9290億円の約4割に及ぶ2兆3433億円に上った。破綻後、有料貸出先が減り貸出資産の劣化が進んだこともあるが、旧基準での1997年9月、中間基実績に比べ倍増であった。さらに、預金も、 前年比で3兆2922億円も流出した。この結果、経常損失は1兆4743億円となり債務超過額は1兆1725億円に上った。なお、拓銀の主幹事を務めていた山市証券も拓銀の破綻後間もなく11月24日に自主廃業を決定。翌百九十八年には、 宅人が設立に協力し大株主でもあった日本、長期信用銀行も連鎖倒産している。1998年6月28日、宅人解散を決議する事業会社としては、最後の定時株主総会が、まこまないアイスアリーナで開かれた。出席株主は、過去最多の1000人を超え、まこまない駅から30台以上の貸切バスが、ピストン運行された。 和志田秀光東取代行は50分にわたって用意された原稿を読み上げ、株主からの批判の質疑にも想定問答を答えるだけだった。午後0時40分過ぎ、採決の動議が出される。反対の声を叫ぶ株主もいたが、卓銀はこの総会に備えて1ヶ月余り、電話や個別訪問、土下座による説得で株主からの委任状取り付けを行っており、 結果はすでに分かりきっていた。整理ポストに割り当てられていた宅銀株は、1998年8月27日に上場廃止となった。株主総会での議決に基づき、同年11月13日をもって宅人としての営業は終了し、1999年3月31日付で、法人は解散し、生産法人となった。 2006年1月31日の臨時株主総会をもって生産を終えたことから2月6日付で当規模の閉鎖がされ、これをもって法人株式会社北海道拓殖銀行は明日ともに106年の歴史に幕を下ろした。札幌市中央区大通西3丁目の旧拓銀本店は北洋大通ビルと解消し、1階は 北洋銀行大通支店と名を変えて営業していたが、2006年11月に建て替えのため解体が開始された。2010年5月6日に北洋大通センターが竣工。合わせて資金に所在する本店も同センター内へ2011年1月11日付で移転した。これに伴い、大通支店が本店営業部に統合され、営業店としての旧宅銀本店が 名実ともに消滅することになった。道内店舗は北洋銀行店舗と重複する店名はすべて旧宅銀店舗が店名変更されたが、統合時の存続店舗については規模、立地条件、建物の構造や老朽化の度合い等を勘案し、決定された。その結果、旧宅銀店舗を存続店とする事例や、北洋銀行店舗が継承店であるが、統合時に 旧宅銀店舗所在地に移転する事例が多く見られ、北洋銀行店舗に統合されたのは森中央、深川中央、江差市中央、余市中央、中標津中央、豊平中央、東区役所前、北広島団地支店の発展に泊まった。例旧宅銀店舗が、存続店例北洋銀行店舗が、業務継承店であるが、旧宅銀店舗所在地に移転その他、 一下のように変化した例もある。破綻時に北海道外の資産、預金については本州の金融機関に営業譲渡することとされていたが、1998年2月17日に中央新宅銀行に北海道外の営業権を譲渡することが合意された。中央新宅銀行では宅銀の顧客を取り込むことで営業基盤を拡大し、 新宅業務の展開に活用することや、営業譲渡の受け皿となることで公的資金注入を得て、財務基盤を強める思惑があった。破綻時の北海道外の店舗数は63点。4点が営業譲渡を前に統配合され、11月16日に59点と、店舗外、ATM6 点と一部要注意再建を含む、資産、行員約1200人が継承され、 預金保険機構から467億円が増与された。中央新宅銀行は2000年4月1日に三井新宅銀行と合併し、中央三井新宅銀行となった。合併後、旧三井新宅銀行が経営を主導したため、収益力に劣る旧宅銀店舗のほとんどが東廃合の対象となり、2002年5月7日までに6点、2004年4月9日、 までに2点に整理された。さらに2012年4月1日には、住友新宅銀行と合併し、三井住友新宅銀行となっている。例営業上都店一覧宅銀救済に際して、北洋側は宅銀システムへ全面的に移行するという極めて異例の判断を下している。これは、既存の北洋側システムが旧式で更新時期に差し掛かっていたこと。 総資産が5倍もある宅銀の情報量は負荷が高すぎることからシステム担当者がシステム変更に伴う設備導入費用や回収費用をはじめオペレーターの再教育にかかる費用等を考慮しても日本で一番進んでいる宅銀のシステムに乗り換えた方がベターと全面的に乗り換える案を推奨しこれを経営陣が了承したことによっている 金融機関のオンラインシステム、特に中核となる環状系システムは業務そのものと同義であり、公員の各種事務処理や預金通帳の継続使用可否を左右する。このため、対等合併、吸収合併などの区別に関わらず、オンラインシステムが存続する銀行イコール当面の経営主導権を取ると、返されることが多い。このため、北洋の公員に、 旧宅銀に乗っ取られるのではとの不安、不快感が広がった。これに対し竹井東取は、コンピュータシステムが旧宅銀のものに変わっても、うちのやり方はなんだ変わらない。有志の審査能力をはじめ事務システムは、うちの方が、はるかに優れている。何も恐れることはないと説明し、移行を実行した。あとに、システム統合の困難さ。 業務継続におけるリスクを考える上で、この決断はまさに英断であったとビジネス書籍などで、称賛されている。道内に勤務していた行員は3,357名、いたが2000人規模の北洋銀行が自らを上回る、大量の人員を雇用できるはずもなく、北洋銀行に移ったのは1,903人に止まる。同じく道外勤務者、約1,200名は、 中央新宅銀行に整理回収機構も約350名を引き受けた。システム技術者114名については、1987年6月から日本 IBM が出資していた宅銀関連会社システムフロンティアに1998年4月宅銀コンピューターを統合し、日本 IBM ソリューションサービスとなった際に採用された。一方、 自主的に退職した行員も1200名おり、うち金融機関に再就職した者が約100名、道庁や市町村役所、北海道警察が募集していた金融、財務捜査官などの公的機関に再就職した者が約50名、他は一般民間企業に再就職したり、脱サラ、家業を継ぐなどした。宅銀破綻は宅銀をメインバンクとしていた多くの道内企業を、 連鎖破綻に追い込むなど、北海道経済全体の信用収縮が加速し、北海道経済に大きな打撃をもたらしている。今日まで続く深刻な経済不振の一因となっており、この一連の経済への影響は、宅銀ショックとも呼ばれている。この背景には、道内企業関係者の間で大勢を占めていた、都市銀行は破綻しないという楽観論に基づく。 見通しの甘さが大きな要因となっている。また、北海道新聞を筆頭とした地元メディアの大部分が、拓銀を主要スポンサーとしていた関係上、同行の経営実態を伝えることを極力避ける傾向にあったことも、破綻後の道内経済や社会の混乱にさらに拍車をかける結果となったという指摘もある。拓銀破綻後、道内の特に地方都市で、 巨額な設備投資や長期資金の貸し付けを行う銀行がなくなったことで、道内の多くの企業における中長期の設備投資の伸びを鈍化させ、地方都市の衰退を促し、北海道経済発展の足を引っ張る結果となった。一般企業また、このほか土屋ホーム、千崎工業、伊藤組土木、北海道放送、北海道リース、北海道テレビ、 札幌テレビ及び三井観光開発、東芝北斗電子、合同主制、札幌通運、ラルズ、三愛石油などが主要な融資関係先と言われた。金融機関信用組合、拓銀の破綻後、道内では戦術の二進層を含む信用組合の経営破綻が相次いだ。いずれも、拓銀破綻後の信用収縮に伴う、貸付先企業の債務超過化によって、 不良債権を爆発的に膨らませた結果、破綻に至った点が共通している。信用金庫宅銀の破綻後、道内の信用金庫が破綻に至ったケースはない。ただ、2005年までに北海信用金庫が道内の5つの信金を合併したほか、道東では根室信用金庫、厚岸信用金庫が合併し、第一未来信用金庫が発足した。 北海道経済の急速な悪化は、道内の金融機関のいずれもが、国際購入によって、資金運用するという予対率低下の要因になっている。予対率の低下は、金融機関の審査能力の低下につながった。単に資本回転率と売上の伸び、税の滞納がないことをもって融資するという姿勢が、詐欺まがいの融資先に融資し、不良債権拡大の要因となっている。 その後の捜査で、当時の宅銀歴代頭取2名及び有志先の元社長1名の計3名が、商法上の特別背任で逮捕、起訴された。これに対して、2003年2月27日、札幌地方裁判所は、全員を無罪とする一審判決を言い渡した。しかし、控訴審となる札幌高等裁判所は、2006年8月31日、全員に対して、 破棄事犯の実刑判決を言い渡した。最高裁判所第3章法廷は2009年11月9日、被告人側の上告を棄却に新判決が確定した。懲役2年6ヶ月となった74歳の過酷定政元頭元は、習慣を受け入れる以降で、執行停止の請求は行わず、2009年12月7日、 札幌刑務所に収監された。同22日、懲役1年6ヶ月となった69歳の有志先の元社長1名が札幌刑務所に収監された。一方、札幌市内の病院に入院中の懲役2年6ヶ月となった84歳の山内博士、元頭取は検察に執行停止を求め、 同25日、健康状態及び高齢を理由に執行停止が決定され、ほっとした様子を見せたが、そのわずか4日後の11月29日に死去した。整理改修機構は、宅銀旧経営陣に対して、当時の経営責任を追求すべく損害賠償を請求する訴訟を5件起こした。二千六年三月二日、に新札幌高等裁判所は一部経営人の責任を、 退け、三件につき約41億円の賠償を命じる判決を下した。原告、被告双方が上告した最高裁判所は、2008年1月28日、その RCC が不正融資と主張した全額を、破綻時期を数ヶ月遅らせるに過ぎず、担保評価も実態とかけ離れ著しく、不合理な判断だったと指摘し、RCC の請求する。 全額計60億円の支払いを命じる判決を下した。この結果、RCC が求めていた山内博士、元東ドリラ元役員13名に対する損害、賠償請求5件はすべて確定し、賠償請求額は合計約101億円となった。突起なき場合、日本官僚制総合時点、1868から200による、チーム名、卓銀で、 社会人野球チームを要していた。都市対抗野球大会に20回、社会人野球日本選手権大会に10回の出場実績を持つ。中でも、1976年の第47回都市対抗では準優勝、1978年の第5回日本選手権では優勝という成績を残しており、社会人野球北海道5強の一つに数えられた。 1996年の都市対抗野球を最後に、キューブすることを発表。同大会の北海道予選で、卓銀野球部は、予選敗退して、本大会出場はならず、活動を休止。翌1997年11月に、卓銀本体が、経営破綻した。営業上と先の北洋銀行、中央三井新卓銀行のいずれにも社会人、野球チームは存在せず、 野球部また部の可能性は立たれた。北海道という土地柄にふさわしく、社会人野球と同じく、拓銀チームとして、スキージャンプ選手団がいた。在籍選手は、在職した著名人を参照。拓銀破綻後は、北洋大2ビルとして使われ、2007年に、解体された。水保銀行は、合併時のシステム統合で決断を先延ばしし続けた、結果、 ATM 障害を引き起こしている。この影響で2006年1月の三菱、東京 UFJ 銀行の発足の際には、水穂での障害事件の再来を懸念した、金融庁の指導により、合併が当初より3ヶ月延長されることになった。2001年、空知商工信用組合に営業上と、2002年、北欧信用組合に営業上と、2002年、 小樽信用金庫に営業上と、2002年、串路信用組合に営業上と、同王、おしゃまんべ、いわない、ゆうばびらの各信用金庫。北海道地盤のスキージャンプチームの一つにかつて、千崎工業があったが、この千崎工業も、宅銀の破綻を受けて業績が低迷、チームを解散せざるを得ない事態となった。千崎工業は、 その後再建に失敗し吸収合併されている。ありがとうございます。